おはようございます。じゃあ、簡単にプロフィールの方から、させていただこうと思います。ですね、関西を中心にフリーランスのプログラマーをやっていて、ほとんどお客さんがですね、NPO とか、まあ、市民団体、市民活動団体というような、方々を、のお客さんが、まあ、だいたい7割か8割ぐらいのお客さんとしてお仕事をしています。一人でやってるもんですから、ワードプレスとかね、あと、キントーン、まあ、今回お話しさせていただくキントーンを使ってですね、ベースはある程度も出来上がっていて、お客さんのヒアリング、お客さんからヒアリングしたものを、カスタマイズしてあげるというお仕事を中心にやっていますと。あと、ワードプレスであれば、まあ、書籍を、教書ですね、4人くらいで書かせていただいていたり、5人か、5人で書いたりとか、あと、キントーンで言えば、サイボーズさんの公認のエヴァンジェリストという、まあ、キントーンを、まあ、広める伝道師みたいなものですね。というのをやらせ、させていただいております。あと、さっきちょっと紹介いただいたんですけども、オーダー道場という、子供たちにプログラミングを教える活動の、まあ、主催者をやっていて、まあ、梅田と西宮でやっていますと。会社は、まあ、僕はすぐ近く、グランフロントの桜沢さんだとか、まあ、最後ず、阪急のオフィスタワービューですね。阪急の上の方にあるところとか、2カ所でやっています、梅田であれば。ぜひ、から、この道場って知ってるよっていう方いらっしゃいますか？あ、結構いますね。メンターとして参加したことあるよっていう方いらっしゃいますか？ああ、いますね。はい、はい。まあ、知ってる人の、半分はまだメンターとして参加されたことがないようなので、ぜひ、関西にお住まいであれば、梅田に来ていただければ、生温かく、迎え入れたいと思っております。はい。今回、事例で紹介させていただく、NPO 法人ジャッキー・サントさんについて、ちょっと説明させていただきます。ジャッキー・サントさんっていうのは、あなたも誰かのサンタクロースというキャッチフレーズですね。北海道から沖縄まで、何支部やったかな ?30 か40支部あるんですけども、そちらで、ボランティアでサンタクロースの方々を集めて、それを、24日ですね、12月24日の夜に、来てほしいご家庭も一緒に集めてですね。で、そこにボランティアで集まって、ちゃんと研修まで受けたサンタクロースが、ボランティアの方々がその家庭に訪問するというか、いった活動をしている、NPO 法人さんです。はい。チャリティーサンタさんのことご存知してるよっていう方いらっしゃいますか？はい、ほとんど皆無ですね。一応は大阪の方にも支部があってですね。今は、もうご家庭に呼ぶというのは締め切ってしまってるんですけども、逆にサンタになる、ボランティアの方でサンタになるという活動の方はまだ募集されているということなので、もしそういう活動にサンタのコスプレの衣装着てね、ちっちゃいお子さんの家に行って、まあ、プレゼント渡したいとかっていう活動されたい方がいればですね、ぜひ、ただ大阪の方は、ボランティアさん受付中だということなので、申し込んでください。はい。で、チャッキーサンタさんの、大体の仕組みなんですけども、さっき言ったように、まあ、ご家庭がですね、チャリティー金っていうお金を払ってですね、サンタに来てもらうと、12月24日に。その行くサンタさんっていうのはボランティアで集めたサンタさんになります。でそのチャリティー金っていうのは実はですね、一人親の家庭だとか、まあ、貧困のご家庭だとか、まあ、昨今は災害も多いですから、熊本だとか、千葉でしたっけ、の災害とかで、まあ、被災されている方々に対して、まあ、その支援金として使われて、まあ、その家庭についても、無償でサンタを行ったりするような活動になっています。で今回、ワードプレスと、まあ、キントーンという連携のその仕組みを使ったんですけども、まあ、この2つの黄色の枠の中のところで、連携をしました。一つは、まあ、ボランティアから、ボランティアの、申し込みフォームとキントーンの連動ですね。もう一つは、ご家庭の、申し込みをキントーンと連動をするようにしました。で本日はこの家庭の方ですね。ご家庭の申し込みを、まあ、コンタクトフォームセブンですね。有名なホームプラグインがありますけども、コンタクトフォームセブンのキントーンと連携して、
さっき言ったように30ぐらい支部があるんですけども、その支部ごとに、それぞれ細かいパラメーターがあるんですね。この支部は申し込み、ボランティア、この支部は、募集する家庭は10人まで、10家庭まで。東京だったら多かったりとか、地方だったら少なかったりとか、いろいろその支部によって、いろいろ細かい、設定があるんですけども、それを、支部ごとに、設定した内容が、そのフォームに反映されるような仕組みを作った話。で、最後は、pay.jp という決済の、なんていうか、サービスがあるんですけども、それと、まあ、キントーン、あ、ワードプレスのプラグインで、pay.jp と連動する決済ができるプラグインを、まあ、公式ディレクトリーに上げてますので、まあ、それを使った活用事例とかを、お話ししようと思います。こんなに入る前に、キントーンって初めて名前を聞く方いらっしゃいますか？あ、3名のですね。じゃあ、ちょっとだけ3名だけ説明しますね。キントーンって、まあこれキントーンでポータルの最初のキントーンの画面なんですけども、何ができるかって言ったら、簡単に、まあウェブ上でデータベースが作れるようなものなんですね。で、まあ、こういう形、ちょっとシンプルですけど、こういうふうに、Excel みたいな行があって、クリックすると、このような形でフィールドが出てきます。詳細の画面が。で、これって、プログラミングしなくても、こっちにフォームの部品がたくさんあるので、これをドラッグアンドドロップするだけで、オリジナルのデータベースが構築できるようになっています。はい。チェックボックスとか簡単に作れますよ、というですね。このデータベースにデータを貯めていってですね、団体の、その、業務率を、誰か持たれたんじゃないですか？はい。はい。ああいうふうにね、簡単にフォームが、データ、ウェブ上でデータベースが、構築できるので、で、それを使ってですね、Excel ではなく、Google スプレッドシートではなく、均等に情報を貯めることで、業務効率を上げていこうという、サービスになります。で、まず最初、ホームから均等なんですけども、構築に利用したプラグインは、コンタクトフォームセブンですね、有名なホームプラグインがあるので、それをベースに、構築しました。で、もう一つは、コンタクトフォームセブンには関連する、まあ、アドオンというか、追加機能を開発している人がたくさんいらっしゃるので、それも活用してですね、二つ目のコンディショナルフィールドとか、あとディダイレクションっていうのも使いました。あと4号は、色は変わってるんですけども、なんか例がいるみたいです。はい。ホームデータ通勤等と4と5に関しては私が、作成してですね、公式ディレクトリーに、上げているものになりますので、まあ、全部は公式ディレクトリーから、無償で使うことができます。一個一個ね、ちょっと簡単に説明していこうと思うんですけども、コンタクトフォーム7は、皆さん結構ご存知かなと思うので、詳しい説明はすぐさらっていくと思うんですけども、今回は、チャリティーサンタさんの案件で便利だなと思ったのは、コンディショナルフィールドっていうプラグインがすごく便利でした。あと、まあ、さっき言いましたけど、コンタクトフォーム7はですね、アドモンも多くてですね、あともう一個ね、コンタクトフォーム7の中に、すごいフィルタートップが、たくさん入ってるんですね。なので、私みたいなエンジニアにとってはすごいカスタマイズがしやすくて、お客さんの要望に対応することができやすかったので、コンタクトフォーム7にしました。で、コンディショナルフィールドって何ができるかというと、こんな形で、こういうブロックを作っていくんですよね。こういう、ちょっと見えますかね。グループっていう、グループ、サッポログラージってグループつけてるんですけども、この中って、何かのフィール、フォームのなんか値が変わると、ここの情報が見えたり見えなかったりっていう風な分岐ができるんです。で、まあ、こういう風に設定で、参加するエリアが札幌であれば、札幌ブランチのグループを見せるというような使い方ができますと。なので、支部がすごいたくさんあるので、すごくこういう、これが今、実際のサンタの受付フォームなんですけども、これを切り替えると、支部ごとに、こちらの下の内容とかが切り替わるんですね。こんな感じで。これが実現しているのが、さっきのコンディショナルフィードっていうのを使えば、こういう形で、その切り替えた、この値によって、下に表示するものを変えていけるというもので、すごく便利でした。
で、まあ、リダイレクションっていうやつ、リダイレクトセット、リダイレクションかな。このやつは、あれですね。産休ページを、処理するやつですね。申し込み終わった後に自動的にリダイレクトがかかって、こっちが指定した保険ページに、転送されるというものです。はい。まあ、JS 家庭はですね、カスタマイズできるよっていう公式のプログラムが書いてあるんですけども、ちょっと書けない人とかはこういうプラグイン入れとけば、産休ページに飛ばすこともできます。で、次がですね、ホームデータとキントーンで、これが、キントーンと連携するプラグインの、設定画面になります。で、キントーンは、REST API というものを持っていて、キントーンのドメインと、あと、アプリ番号、さっきのキントーンって一個一個アプリがあるんですけども、ちょっとですね。ここに、出てるのが全部アプリっていう名前なんで、ここに全部アプリ番号っていうのがついてます。だから、どのアプリにですね、登録したいか、ホームの情報を登録したいかっていうアプリ番号を入れて、あと API トークンを発行すれば連携することができます。ここ、ゲットっていうのを押せばですね、こちらの方に、キントーンで設定しているフィールドがバーッと出てくるので、ここはこっち右側でですね、コンタクトホーム7のメールタグを割り当てていけば、その対応したところにデータが入っていくという、すごくシンプルなものです。この3つを使う、さっきのプラグインですね。全部の5個プラグインを使うことで、あ、もっと説明したいってアプリ言いますね。で、まあ、フォームから均等へ、突っ込むことはできるようになります。これ実際に、今見ていただいているのが、チャリティーサンタさんの均等の画面になっています。で、データ入っているのは私の名前とかが入っていて、一応テストデータなんですけども、こんな感じで、ですね、右側の右上ですね、こちら申し込みの情報ですね。フォームから来た情報が入っていて、左側のところ、ここが一番上で一番みんなが見るところなんですけども、ここはまあ、いわゆるスタッフがですね、この人の申し込み状況とかを管理するエリアの、部品、フィールドが揃っています。この人はちゃんと受付して、その後ちゃんとメール連絡取ったのかとか、はい。っていうような、設定ができるようなものなので、すごくまあ、Excel とか、Google Spreadsheet とか、ああいうのはすごく見やすく管理ができるかなっていうふうに思います。で、最後ですね、右下の方の一番最後のところ、ここは、西郷さんの製品でメインファイルっていうのがあるんですけども、それと均等の連動すると、この名、登録された、ここの情報に入っている、このメールアドレスと同じメール、メールワイズってそのメールを管理するやつなんだけども、その同じメールのやつを一覧を、この均等上に全部やり取りを表示させてくれるようなプラグインがあるので、まあこの画面見とけば、あちこち、メールソフトを見直したりだとかしなくても良くなりますというと。で、さっき2番目ですね、次、日支部ごとのフォームの内容を変更した話なんですけども、こういう形で、まあ南東京支部であれば、22日と24日を今回サンタの活動をしますっていうふうなと、あとまあ活動エリアっていう文言が均等側で持っていて、これをまあホームの方に反映していかないといけないんですね。それを使うのに、もう一つこういうような形ですね。僕のやつがさっき見たと思うんですけど、こういうところで反映していきます。日付もですね、これ22日やってるけど、今はもう現在も22日がないのは、もう、多分、あれですね、募集が終わってしまったから今消えてる状態になってます。定員になったから。で、それを実現したのが、パブリッシュキントンデータっていうもので、これも私が作ったキントンと連携するものです。何してくれるかって言ったら、キントン、逆ですね。均等にあるものをワードプレス側に持ってくるものです。あと、Webhook を使っているので、均等側でレコードを更新すると、その更新した内容をリアルタイムにワードプレス側に持ってきてくれます。で、ワードプレスのどこの情報に入るかっていうのは、カスタムポストタイプだとか、カスタムフィールドとかに情報が入っていくので、あとは、ワードプレスのテンプレートタグだとか、まあ、WP クエリとかうまいこと使ってもらって、テンプレートに表示させてもらっていいかなっていうふうに思います。ですね。これも設定は簡単で同じように均等のドメインと API トークンでどのアプリの情報を、持ってくるかっていうふうに、設定すれば OK ですね。ここに、まあ、右、左側に並んでるのは均等のフィールドの内容なんだけども、右側にあるのはカスタムフィールドの名前になります。ここに設定したらカスタムフィールドのキーですね。キーの名前になるので、それで、テンプレートタグに
ポストメタとかのを使って取ってきてみたらいいかなというふうに思います。で、最後、PGP を使った事前の決済処理の話なんだけども、サンタさんの活動では、さっきチャリティーのね、お金をね、いただくという形で、去年までは、現地、家庭に行った時に、家に行った時に、その時に現金でいただいていたんだけども、ボランティアさんが現金を集めないといけないとか、すごいリスクが高かったりだとか、もらい忘れがあったりとかするので、まあ、事前決済をしてしまおうという形で、今年から、やるようになりました。で、まあ、せっかく作るんだったら、まあ、汎用性がありそうなので、じゃあ僕、これ、無償で使ってプラグインとして公開していいですかっていう感じで、作ってですね。で、今、プラグインで上げています。htpay.jp やったかなっていう名前のプラグインでやってると思います。で、まあ、サンタさんの、ご家庭さんは申し込むとですね、マイページっていうのがもらえるんですね。ID。まあ、ワードプレスのユーザーアカウントを発行してるんだけども、それでログインすると、自分が申し込んだ、ページを編集することができます。このようなページに来るんですけども、でそこで決済をするっていうリンクを押すとですね、この中に、自分の名前だとか、登録したメールアドレス、あとまあ、金額とかが、まあ、入っていて、あとはマクドカード決済するような流れになっています。そうですね。ATPAYKP4KINTON ですね。これも、まあ、3つのプラグインを使って、構成しています。1つは、まあ、コンタクトホームセブンですね。もう1つは、ホームデータ TOKINTON 先のやつ。で、ATPAYKP4KINTON ですね。で、ATPAYKP4KINTON を、最初設定したらですね、これどこだかな。そうですね。お問い合わせ、コンタクトホームセブンのお問い合わせの中にですね、HTPAJP4KINTON の設定画面が出てくるので、設定ページが出てくるので、ここにですね、PJP で、利用するときに割り当てられるテストのシークレットキーだとか、パブリックキーを設定してください。はい。で、次にですね、そうですね。で、この、さっきのこの、PAJP4KINTON は別に、均等度を利用しなくても、決済はできちゃいます。はい。コンタクトホームセブンと、PAJP4KINTON、この二つだけでも、均等に中に入らないだけで、決済処理と、あとメールを受け取ることが可能です。で、まあ、せっかく、今回は均等を使っているので、均等にも連携するためにですね、先の、ホームデータと均等で同じように設定してもらえたら、その、ホームから、ね、ホームから来た情報が、均等の方に入りますよ。で、さらに、PJP の、タブが出来上がるんですね。プラグインにとけば。そのタブの、ところの設定で、この、PJP 使えますよっていうのを入力にしてもらって、で、本番環境だったら、まあ、ライブモードにしてもらって、あと、金額、フォームの金額のメールタグはどれですかと。決済する金額が必要なので、金額を設定していただいて、でここの2つの、ショートコードをですね、ショートコードを、コンタクトフォームの、フォームを作るところに貼り付けておいてくれたら、出てきますと。上の方はさっきの青いボタンが出てくるんですね。決済しますかって青いボタンが出てきて、下は、PJP が決済が終わったら、2位のユニークなコードが来るので、まあ、それをこいつで受け取って、均等に放り込むみたいな感じになっています。で、放り込み先はどこですかって言ったら、ここに、均等のフィールドコードを入れておいてくれたら、ここの中にですね、そのユニークなキーが、更新、入るようになります。はい。そうですね。まあ、PJP 使ってるのに、こういうふうな、ボタンを押すと出てきますよ、ということですね。では、ちょっと時間はまだありそうなので、ちょっとデモしていこうかなと思います。例えばさっきのサンタさんのこの決済画面のこういう画面になっていて、でもすでに名前と僕のメールアドレス、金額ですね。で、まあなんか口数変えてくれっていうので、まあこういうふうに変えてたら全員引き上がるみたいな。まあこれは JavaScript で書いてます。これを押すと、こういうふうに上がってきてですね。これで、これも本番で動いてるので、決済しちゃうと、お金取られちゃうってなっちゃいます。はい。なので、テストの方でやってみようと思います。これですね。これ今、ローカル環境で立ち上げている状態です。一
表示を用意しております。はい、で、適当に、ソフトや名前入れて、メールアドレスを、メールアドレスを入れます。で、まあ、何でしょうか、ね、書いてやすいように、9800円とかにしておきましょうか。はい、で、カード情報の入力をします。今これテストモードで運用しているので、テストのカード番号で決済することができます。全部42ですね。で、ここ辺は、適当で大丈夫です。で、こんな前も別に適当で大丈夫です。で、ですね、今、うまく決済ができたら、今68レコードしかないですね。ですね、69番目のレコードができます。じゃあやってみます。あ、これはあれですね、一旦、ここで一旦カード情報入力済みっていうふうになるので、この後送信ボタンを押すと、送信されます。はい。で、このリロードすると、69番目が出来上がりましたね。で、ここで決済の ID っていうのが、ユニークな、番号が入ってきます。で、これと、PAP の画面の、これのテストモードなんですけども、売上一覧を見ると、9800円で、ここにさっきの同じユニークな ID ですね、が入って紐付けることが可能ですというふうになります。はい、すごくサクッと決済ができちゃうんですね。あと、なんで、今って、こういう決済の API で有名なのはストライプとかが有名だと思うんですけど、なんで PGP 選んだかっていうと、僕がさっき言ったけど NPO のお客さんがすごい多いんですね。PGP って NPO であればですね、寄付とかで決済する場合は、決済手数料が 1.5% なんですね。なので、すごく安いです。なので、まあ、僕のお客さんほとんど、そういう NPO の方なので、PGP を使ってですね、皆さんの、お客さんの決済手数料を、できるだけかからないように、しようかなというふうに思うので、これを使っています。あとは、とですね、テストですね。時間もあったらテストについても話しようかなって言ってたので、テストの話をしようと思うんですけども、サンタさんのフォームって、ね、すごくね、どれに来てたか、例えば。これもね、あれですよ、これ。二つチェック入れないと下が出ないようにしてくれてるから、さっきの何て言うかな、フォーム、フィー。リショナルズンピーみたいなの使ってるんですけど、はい、こんな形ですごい長いんですよね、フォームの一個が。結構長いですよね。長くて、開発しながらこれを入れていくのがすごい大変なんですよ。手動で入れるのが。バカみたいになってくるので、なので、まあ調べるとですね、パペットペピアっていうのかな、っていうのがあってですね、モードで動くものになります。でこれを使うとですね、勝手に、Google の Chrome としてですね、情報を、ブラウザを立ち上げてですね、バーッと入力をしていってくれるようなものです。ブラウザが立ち上がるときも、立ち上がるバージョンと立ち上げないバージョンで、ヘッドレスのバージョンと2つ選べるんですけども、まあ、他の使い方としては、スクレーピングとかですね、よそのサイト行って、なんか、このテーブルの値全部抜いてくる、定期的に抜いていくような作業とかもできるようなものです。僕はまあ、フォームのテストを使うので使ったんですけども、まあ、コードは、すごく、JS が書ければ大丈夫かなと思います。NPM で、インストールで、パペッターってやれば入ってくれるので、その中で、まあ、こういう形でリクワイアで、パペティアで見込んでですね、で、パペティアのオンチっていうので、ブラウザー立ち上げますよっていうふうに書きます。で、まあ、いろいろパラメータがあって、ヘッドレスをフォルスにすると、Chrome の画面が上がってきちゃうモードになるので、まあ自分で入力を確認しながらできますけど。あと、ブラウザーの、広さですね。とか、あと、スローモっていうのは、そのフォームに情報を入力していく、速さっていうのも、土地側で指定できます。多分、確か数が低かったら速かったと思うんですね。なので、まあ僕は普段、普通の人が入力している、ぐらいの速さ、30ぐらいになっています。
で、ここですね、ページ号というので、まあ、指定した URL に行ってですね、こういうふうに、コマンドがもうあるので、タイプですね、インプットタイプに文字を入れたりだとか、あとクリックですね、とか、クリックであれば、チェックボックスだとか、ラジオボタンとか、使えるもの、あとセレクトっていうのがあるので、こういうのをちょっと駆使していってですね、フォームを入れていくというものです。じゃあちょっと実際にね、サンドさんのこの本番の方で、送信ボタンを押さないけど、送信ボタンを押す手前までの、ことをやってみようと思います。これちょっと、叩いたら、NPA、濃度を何やけん叩いたら実行されるんですけども、今回は PHP ストームを使っているので、これで実行すると、タブに指定したテストが動かします。しっかり押しておくだけで、こういう画面がいって、ちょっとキャッシュ消すのに一回もう一回リロードしてるんですけども、僕今何も触ってないですよ。触ってなくて、ちょっと待っていくと、勝手に、まずはセレクトボックスが入りましたね。という形でデータが入ってきます。ちょっと30に設定してるから、ちょっとゆっくりですけども、まあ、こんな感じで入ってきますね。こことかでユーザー、ワードプレスのユーザーを調べに行ったりしています。使えるユーザーかどうかとか。こういうふうに回ってましたよね。さっきのメールアドレスとかユーザー名とかも、まあ、タイムスタンプを取ってですね、被らないように設定できるので、毎回テストデータでも困らないみたいな感じです。お子様の入力は5人まで入れるので、結構大変なんですよね。はい。6枚ですね。送信ボタンはちょっと押さないんですけど、最後はまあ、これ同意ボタンを押して、送信を押せば、テストができるんですね。あとは、まあ、本当は、もう一つは、均等、送信ボタンを押した後に均等の画面に行って、ログインして、入っているデータが意図したものかっていうのをマッチングさせることもできるし、あと、スクリーンショットを取れます。なので、まあ、なんていうか、ワードプレスアップデートした後に、ちょっと走らしといたら、走らす前のスクリーンショットをバーッと取って、走らしたワードプレスのアップデート走らした後のスクリーンショットをガーッと取っといて、あとなんかマッチングとかしとけば、なんかその違いが出たらアラート流すみたいなのも、まあ、できそうです。はい。こういうのを使っていました。なので、これが回ってからすごく、なんか開発のポイントもちょっと上がったなっていうふうに思っています。実際に動かしているって書いてて、実際にまあ簡単なコードも書いていたんですけど、まあ皆さん大丈夫です。さっきので動くか分かったなと思って、例えばさっきの今回だったら、ここですね、これ今、ここですね、パペッターサンプル JS っていうのがあって、さっきスライドで見せたやつなんですけども、こいつが動くようになります。まあ、ノードのパペッターサンプルを実行したら、僕のウェブサイトが上がってくるって感じですね。これちょっと失敗したかもわかんないですね。クラウドが何か上がっちゃってるから。こんな感じですね。まあ、2回目じゃなかったですね。これ実際に送信ちゃいましたけど、はい、僕のサイトなので送信しても大丈夫です。こんな感じでできるんで、まあ、コードとか見てもらったら、そんなに、複雑なコードではないので、ちょっとチャレンジしてもらったらいいかなと思います。はい。時間がですね、15分ぐらい余ってるんですけども、何か質問などあれば、お話しておこうかなと思いますし、ちょっと均等のことを見て、あ、15分ですかね。はい。均等のこととかを、今回説明をすごく省いたので、均等のことを詳しく聞きたいなっていう人がいれば説明をさせていただきますけれども、なかったら均等の説明をしようかなと思います。何か、他に質問ありますか？あ、どうぞ、はい。ありがとうございます。あ、はい。実際に見てるのは少しちょっとお伺いしたいって、はい。カード番号を入れて、送信して、次、均等を見たときには、もう決済完了してたんですけども、実際タイミングとしては、どのタイミングで決済が行われるんでしょうか？処理ですか？はい。
さっきのテスラのテストですね。はい。これ入れて、カード番号入れるじゃないですか。はい、入れたら一回こっちに戻ってきますよね。はい。送信ボタンを押しますよね。で送信ボタンを押したら、まずは、確か、PGP の方にまず、決済の処理を投げます。はい。で、正常に帰ってきたら、その後の処理ですね、メールを、コンタクトフォーム7の通常のメールを飛ばすだとか、で、キントーンにデータを登録しに行くという順番で動いています。だ送信ボタンを押すと、このポップってあんまりね、意味っていうか、なんか外部でやり取りしてるのだったら、特にしてなくて、あ、まあ、実際にはでも疎通確認はしてるらしくて、10円の決済が置くんですよ。はい。ここで入れて、カード上を入力して、ポチッと押したら、10円決済が勝手に動いて、後ですぐキャンセルされるんですけども、疎通確認だけ、スタイルパウダーかっていうのをチェックだけされて、で送信ボタンを押すと、ページ行きにまず登録しに行って、ちゃんと消されたユニークなキーを取ってくるみたいな感じですね。そうこれ、決済を失敗すると、送信エラーみたいな感じで動くんですか？あ、そうですね。エラーが、PGP からエラー、何かしらエラーが返ってくるので、それが、コンタクトフォームで送信に失敗しましたって下のビューでした。あれと同じような形で出すとしています。はい。わかりました。はい。その時はまた入力し直すわけですか？クレジットカードの番号。あ、そうです。あ、そうですね。その原因が、によるんですけども。その言語がわからない。簡単な原因、クレジットカードの番号を間違ってたらその旨が出ますし、はい。そういう PGP から返ってきた文言がそのまま出すようにしているので、再度入力していただいたらいいかなというふうに思います。はい。まあ、あとは当然、コンタクトフォーム7での必須エラーとかも出るようになっているので、そういうフォーム情報の入力不備とかにも、のエラーとかも出てくるので、そのエラーの内容に従って修正してもらっていいかなと思います。はい。あと、エラーの続きですけど、例えばメールの送信に失敗したとか、はいはいはい、キントーン自体のところに失敗したとか、そういうのを聞いて、はいはいはい、決済にされてしまうということ。そうですね。決済だけが先されちゃうんですね。で、その時は、多分システムに連絡してくださいみたいな形のエラー目線にしておいて、で、こっち側で、まあ、決済は通ってるからだとか、あと、まあ、こちらでキャンセル処理を知らすっていうことをしてもらう形ですね。はい。他はどうですか？大丈夫ですか？はい。支部が30個もあるとしてたんですけど、はい、それぞれの運用するときには、はい、それぞれの支部の担当者からみんな均等に入って、なんか、処理したりする感じにしてるんですか？あ、そうですね。そう全員が、全支部の方が、均等に分離して、操作しています。で、サイボーズの製品では、NPO さんを対象に、チーム応援ライセンス、まあ、NPO だけではないんですけど、チーム応援ライセンスって言って、NPO だとか、PTA だとか、やっぱまあ、そういうチームで、会社ではなく、複数のところのメンバーが集まって、チームで何かするときには、均等の利用が、年間9800円かな。で、900ユーザーまで使えるプランがあるので、それを皆さん使っていらっしゃいます。はい。普通ね、会社の人が使われるときは結構、1ユーザー、本来均等に1ユーザー1500円ぐらいしちゃうんですね。でも、NPO の方にはそういう価格の金額で提供していただいているので、これですね。それを利用しているという形です。9900円、800円。はい。何かありますか？そうですね。じゃあ、ちょっと、キントンの画面でですね、例えばさっき API キーを発行するだとか、Web の登録の話をしてたと思うんですけども、例えば、あ、そうか、さっきの入った、このやつを見ましたね。これはさっき僕決済した時に連動したアプリなんですけども、まあ、どういう設定をしているかというと、管理画面に行って設定の方に行くと、API トークンっていうのがあるので、これを触っていただくと、こういう形で、生成するっていうのはいくつでもトークンが生成されます。で、まあ、できることの権限をチェックボックスで、設定してもらったら、このトークンでは、まあ、追加だけ、編集だけ削除もできるみたいな感じで成功できます。今回の方に関しては閲覧と追加ですね。こうやってます。もう一つは、
ウェブフックですね。その下にウェブフックっていうのがあるので、これを使っていただくと、これ今登録はしてないんですけども、こういう形で、ここにウェブフックとして URL を入れることができて、キントーンの、レコードがどうなった時に、まあ、通常が欲しいかっていうのが設定することができます。いろいろその API の、そのトークン使って REST API でアクセスするときとか、あと Webhook のときとかもいろいろ制限が一応あって、Webhook は1分間に60回までしか動かないだとか、あと、一括でデータを更新してしまうような処理、CSV でガンと取り込んだりだとか、あとプログラムで、キントンで JavaScript で、いろいろ処理をバーッと更新とかできるんですけど、キントンの中のデータを。それで一発更新とかしてしまうと、Webhook が動かないとか、いろいろまあ制約もあるので、ちょっと気をつけながら触らないといけない時もあります。あとは何かあるかな。あと、まあ、チャリティーソータさんの事例で言うと、まあ、さっき言った30支部とかのみんなが、まあ、一斉に均等に入ってきますよね。なので、その時には、よその支部の情報が見れたら困るんですね。情報に漏れたら困るので、支部ごとに、見れるレコードっていうのが決まっています。はい、そういうことも、できます。フォームからデータが入った時にどこの支部ですかって選べるじゃないですか。支部で、制御をかけているという形ですね。こういうふうにアクセス権というのがあって、レコードごととかアプリごととかフィールド一個一個の部品ごとにも、制御をかけることができます。こういう形で、なんかさっき、ね、メールアドレスがどこの人は何々しか見せないというような書き方もできるかなと思っています。曖昧検索はできないので、ちょっとあれですけどね。はい。というような感じで制御できます。はい。ちょっと話が戻ってしまうんですけど、ちょっと関係ないと思ったんですけど、はい、さっき、いつい、動作テストできるので、あったと思うんですけど、はい、それってなんかこう CI と絡めたりとかさ、されたりするんですか？あ、僕は CI と絡めてはないんですけども、はい。ブラウザーの、もう、なんていうかな、もう直接、なんていうかな、システムテストの流れのフローを流してますね、バケティア使って。はい。なんか一個一個細かく回すのが、ちょっと、しんどいので、ただ僕の場合はもう、なんか手加えたら、お客さんが入力した例で全部テストを回していくみたいな感じです。今でパティティアを使う。あれ、ジェストつなげますよね。あ、そうそうそう。そうなんですよ。あ、そうそう。ジェストでテスト回せば CI で、画面のクリップのテストができます。あ、ただめっちゃ重いです。そうそう。あ、それなんか今やられてるのがガルプとかと。あ、今僕はモンちゃん。モカ。モカでやってましたよね。モカ。モカ。モカ。チャイ、チャイとモカ。モカ。チャイとモカでやってます。かわいい。あ、そうです、ね。はい。それで、回したの。あ、そうです。テストが、OK だとかアウトとか、そういうのは、モカさんとかチャイさんが増えてます。パスワードの前のあれがあります。部品があります。あ、ありがとうございます。はい。こちらの運用について、NPO の方は基本、均等であるお勧めの方です。そして、それともワードプレス側も何かいろいろと編集する必要があるとか、そういう形ですか？あ、いや、支部の方はさっき言ったように、支部だけが触れる、アプリがあるんですね。それが、これか。この応募フォームカスタマイズっていうアプリを作っていて、で、ここで支部の人たちが、自分たちの支部の定員の人数だったりだとか、文言だったりだとか、なんかそういうのをいろいろ設定してるんですね。
で、まあ、募集を停止したりとか、オープンしたりっていうのを全部均等側です。均等されるだけで制御することで、フォームが全部それに応じて反応するという仕組みにしています。はい。じゃあ、僕の側に少し均等な感じでしたらいいですか？あ、そうですね。まあ、ユーザー数なんで、500ユーザーあるので、それで、そんな感じだけですねって感じです。ワークプレス側は、管理者ぐらいしか触り出したくないので、はい。それは、固定ページ作るとか、ブログの記事投稿ページ作るとか、それは別に構わないですけど、なんかシステムチックな設定のところを、いろんな人と頼んだけど、やめてもらっています。はい。ありがとうございます。あと3分ぐらいです。なんかあります？はい。すごく、ありがとうございました。はい、今、キートを使う理由が、まあ、いろいろ聞けたと思うんですけど、今おっしゃってくれたように、閲覧権限がいいとか、ニッチな UI が作れるとか、個人的に細谷さんからキートが好きな部分とか、教えてくれると嬉しいな。個人的に好きな部分ですか？いや、やっぱりあれですね、編集権限、権限ですね、さっきのセキュリティ周りが、管理画面でポチポチやるだけでできると、A 支部の人は B 支部の情報が見れないっていう設定をかけれるのはすごく楽でしたね。で、あと他でやると大変。そう。自分たちで作るとすごい大変なので、あとテストも大変じゃないですか。そういう機能がもう標準で揃っているっていうのがすごく楽だし、あと、まあ、皆さん、フロントの方も多いと思うんですけども、過去のカスタマイズは JS がベースなので、何かあれば自分でも今、ホームから突っ込む、ウェブからホームの話があったりし、均等への話をしましたけど、均等の内部でも、こち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 と、作れると。例えば、昔、今回やってないんですけど、前は、実は、ホームから住所を入れたら、均等に住所が入ります。で、その時のタイミングで、ウェブフックが動いて、で、ジオロケーションで、色経路を取ってきて、で、均等に保存するというようなものを作ったんですけど、まあ今は今回さっきちょっとホームにもらったら分かる。地図はもう設定してあるので、はい。そういう形ですごく、なんか外部とも連携できて、うん、あとは、そうですね、はい。セキュリティ周りはすごく助かるなというところです。あとはまあ、はい。チームの AI 先生が、すごく僕のお客さんにフィットしまくってて、みんなそれを利用してくれてるらしいです。はい。そうです。ありがとうございます。いいです。もしありましたら、その前に、キントーンの採掘の方がいらっしゃって。あ、そうですね。ありがとうございます。ちょうど30分になります。あ、行く前ですか？はい。まあ、時間なかったら、まあ、タイミングもあるかなと思います。大丈夫そうですね。はい。じゃあ、45分間ありがとうございました。